小学校に民間学習塾のノウハウを融合させた官民一体型学校、多教師は来年4月のスタートを目指し準備を進めています今回、官民一体型学校として多教師と連携するのは埼玉県の民間塾、花丸学習会です花丸学習会は進学指導中心の塾とは違い将来、自立して生活できる 人間の育成を掲げたユニークな教育を行う塾です来年4月からは武雄市内にある既存の小学校2、3校でこの花丸学習会独自のカリキュラムを導入した授業を日常的に行う予定です土曜授業や放課後の補充授業に民間塾のノウハウを取り入れている公立学校はありますが 通常の教育カリキュラムに民間塾の手法を導入するのは全国で初めてです。それでは、武雄市の官民一体型学校ではどのような授業が行われるのでしょうか。先月、モデル校の竹内小学校では、青空教室と呼ばれる野外授業が公開されました。子どもたちが遊び心を持ちながら自然に触れ、 体全体で物事を感じる感受性を豊かにするのが狙いです。この日は、学校内で事前に撮影された写真の一覧表を持って、子どもたちが実際にその場所を探し、タブレット端末で撮影するピクチャーリーディングなど3つの授業が行われました。参加した6年生の児童は、外で勉強するのが楽しかった、こんなことは初めて、またやりたいと嬉しそうでした。 また授業の様子を見た保護者は何より子どもたちが楽しそうなのが印象的、いろんな知恵を育む機会になればと話していました。あの人見知りをしたりとかですね緊張しがちな子どもたちなのにもかかわらず本当にあの初めての授業で楽しんで積極的にやってたなというのが印象的です。そうです、ね、あの。 普段1年生から6年生までの活動というのはあるんですが、よりそれがあのもっともっと積極的に話し合ったりとか問題を解決するという具体的なえっと活動であのコミュニケーションも活発に行われていたなというふうに思います。それでもまだまだだなという部分がいっぱいあります。その話し合い活動の中にの輪の中に。 入れない子だったりとか先生方の1回の説明を聞き取れなかったりとか、えー、よそ見をしちゃったりとかそういう子はまだまだいるのでそういった意味で、えー、とコミュニケーション能力や言語力や空間にそういったものをどん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 上げていかなきゃいけないなというふうには思います。 手応えはです、ね、あ,のありましたあの、まあ、対子どもっていうことでいえばもう全然もういつでも自信あるというか23回やった途端にあこの先生たちはこういうノリで行けばいいんだなって子どもが分かった途端にも絶対変わってくれるのでもっともっとノリノリでやれるようになりますでそれは自信ありますけどあの一番心配してたのはやっぱり先生方との,その協力関係なのでそういう意味で言うと本当にあのおかげさまで,です、ねあのうん、江頭先生はじめ 先生方がアイデアを出していただいて、そすごく素敵な我々あの想定以上に本当にこうこうこうした方がいいんじゃないかっていうのがあのピタッピタッと当たったっていうかおかげでその子どもたちが楽しくやれたので、その大きい一番大きい課題と思ってたものがかなり気持ちよくスタートできたなと思ってます。あったおーいいですね。おお半分ぐらいですねいいですね。ではどんどん発表していきます。 学校と塾の文化の違いがあるので、その融合や先生たちの負担増加解消などが課題として挙げられます。賛否ある教育改革なので、関係者の合意形成を図りながら進める必要があります。